全国の J リーグファンの皆さんこんばんは。セカンドステージ第9節エスパルス対シエロ、星空は雲に隠されています。序盤戦の調子はどうですか？今回は開幕からほとんどいいところが見られませんね。ここで早めに調子を上げていかないとさすがに追いつけなくなってしまいますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、間もなく試合開始です。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半の立ち上がり、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。ストイコビッチ、攻め込むチャンスを伺います。前田、うまくつないだ。ショートパス、堀池必死に守ります。三浦、止まらない、まだ止まらない。蹴った、このシュートはキーパーの真正面。真田、ゴール前に立ちはだかります。伊藤、ゴール前に両方の選手が集まってくる。選手が上がっていきます。蹴った、ゴール、ゴール、ゴール、目が覚めるようなゴールです。前半38分、シエロ、サイドに広がります。ストイコビッチ、パス、前田、フェイント、精神的なプレッシャーにも負けていませんね。保坂、これはいい位置にいました。中に入れた、小倉、内藤、カットしました。両クラブ最後の決め手を欠きました。この1点のビハインドをどう見られますか？まだまだ時間はたっぷり残っていますから、前半戦のことはあまり考えず自分たちのサッカーに徹すれば逆転は十分可能ですよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、間もなくキックオフです。さあ後半45分のスタートです。後半戦の序盤、シエロ、1点を追うゲーム展開です。マッサーロ、これは止めました。後半12分、エスパルス依然として1対0と1点のリード。ロングパス、サントス、ドリブル、サントス、ヘディングシュート、いった、ゴール、ゴールに叩き込んだ。伊藤、 PK です。いった、飛び込んできた、マッサーロ、ゴール、本田、この位置ではちょっと角度が厳しいか。選手がゴール前に一列に並んで壁になります。ゆっくりとボールを置きます。保坂、これはどうだ、前田、真田、かろうじてこのピンチを乗り切りました。マッサーロ、面白い位置からのフリーキックです。守りの形を整えます。蹴った、これはしない、あーっと外してしまった、ボールが切れていきました。今試合終了のホイッスルが鳴りました。3対0、エスパルス見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか？そうですね、ディフェンスが全く通用しませんでしたね。これはかなりショックだと思いますよ。
立て直しに時間がかかるかもしれませんね。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第10節、シエロ対レイソル、雲がかかっています。今日の試合、序盤戦の調子はどうですか？今回は開幕からほとんどいいところが見られませんね。ここで早めに調子を上げていかないと、さすがに追いつけなくなってしまいますよ。もう間もなくキックオフです。さあ試合開始です。前半の立ち上がり、レイソル、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ドリブル、オーバー、プレッシャーに負けてしまった保坂。さあコーナーキックのチャンスです。選手が上がっていきます。蹴りました、小倉、キーパーしっかりと抑えました。前半12分、レイソル、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。バウディール、一人で持ち込みます。フェイントをかけます。ショートパス、バウディール、ボールを運びます。フェイント、パスを出します。この人は本当に精神的に強いですね。常に冷静にプレーするあたりはさすがですよ。前半24分、レイソル、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。フェイント、ショートパス。そうですね、ここはあの判断で良かったんじゃないかと思いますけどね。ネルシーニョ、
うまくつないだ。オーバー、ショートパス。穂坂、このボールを奪いました。前半37分、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。ここでフェイント、ショートパス。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。ジョルジーニョ、フェイントをかけます。メンバー的にやや不足しているところはありますね。そこをどうやって埋めて。素晴らしいコンビネーション。本田、チャンスになります。外してしまった。頭を抱えます。前半37分、レイソル、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。澤田、ゆっくりとドリブルで上がっていきます。もう少し戦術を理解する努力が必要ですね。タイミング的に合わない部分が目立ちますよ。現在のところ得点はありません。大きな動きもなく前半が終わりましたが、振り返ってみてどうでしょうか。ちょっと試合が膠着状態になってしまいましたね。後半は両クラブともに何か積極的に仕掛けてくると思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半の立ち上がり、レイソル、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。バウディール、パスを出します。柱谷、攻め込むチャンスを伺います。パスを出します。バウディール、フェイント、このパスが通った。ロングパス、彼か、いった、ゴールポストに当たった。加藤、コーナーからゴールを見つめます。ここからどう展開するのか。上げた、彼か、キーパーがっちりとキャッチ。後半26分、シエロ、1点を追うゲーム展開です。中田、小倉、中田、ボレーシュート、これは大きく外れました。加藤、危ない場面でした。後半37分、レイソル、先制ゴールを決め1対0と勝利に近づいています。バウディール、このボールを受けました。菅野、ここで攻撃のリズムを変えます。バウディール、うまくつないだ。直接シュート、ボールが切れていきました。ここで試合終了です。0対1、レイソル、この試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか。あの1点が非常に悔やまれますが、0点に抑えられたことの方が問題ですよ。サッカーは点を取らなければ勝てませんからね。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第11節ジェフ対シエロ、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。今回は開幕からほとんどいいところが見られませんね。ここで早めに調子を上げていかないとさすがに追いつけなくなってしまいますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半38分、ジェフ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。バシリエビッチ、エジリ、このボールを受けました。宮澤、ゆっくりとボールを回しています。エジリ、きれいにボールがつながります。右に叩きます。きれいにボールがつながります。後藤、外してしまった。前川、なんとか守りきりました。まもなく前半40分を経過しようというところ。シエロ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。ルーファー、カウンターのチャンスです。本田、このボールを奪いました。現在のところ得点はありません。両クラブそれぞれの形を作っています。ちょっと試合が膠着状態になってしまいましたね。後半は両クラブともに何か積極的に仕掛けてくると思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。さあ、後半45分のスタートです。後半開始早々、シエロ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。ストイコビッチ、ここでフェイント。このパスが通った。三浦、蹴った。小倉、シュート、これが決まった。後半もすでに25分を経過しました。シエロ、選手が上がっていきます。かろうじてパスが通ったという感じですね。中田、一人で持ち込みます。ショートパス、前田、中田、本田、中田、ゴール、ゴール、ゴール。後半25分、ジェフ2点を追っています。ロングパス、エジリ、フェイント、ロングパス、ルーファー、アキバ、ルーファー、追い込み、クリア。周りの状況がよく見えています。試合終了の笛が鳴りました。0対2、シエロ、この試合を見事制しました。試合を振り返っていかがでしょうか。攻守の歯車が噛み合ったいい試合でした。攻撃では2点を取って、守備は完封ですから、最高の結果なんじゃないでしょうか。
全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。セカンドステージ第12節、シエロ対セレッソ。上空は星が夜空に輝いています。今回は開幕からほとんどいいところが見られませんね。ここで早めに調子を上げていかないと、さすがに追いつけなくなってしまいますよ。もう間もなくキックオフです。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半戦始まったところ、セレッソ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。マルキーニョス、中に入れた。前川、ダイビングキャッチ。よく反応しました。前半14分、シエロ、選手が上がっていきます。ロングパス、ストイコビッチ、ここでフェイント、ドリブル。さあ、ここからどんな攻撃。ストイコビッチ、三浦、どうだ、ちょっと合いません。ややディフェンスが手薄になっていました。本田、フリーキックです。ゴール前に壁を作ります。蹴りました。キーパー止めた。ジルマー、まさに守護神と言っていいでしょう。前半37分、シエロ。さあ、ここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。トイコビッチ、ドリブル、オブラ、そのままシュート、ゴールネットに突き刺さった。両クラブ最後の決め手をかけました。今の状態から見て、この1点というのは果たしてどうでしょうか。そうですね、しかし1点のリードではまだまだ安心はできませんよ。後半は当然相手は攻撃的な布陣に変えてくるでしょうから、早い時間にもう1点欲しいですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。間もなくキックオフです。さあ、後半開始の笛が鳴りました。後半12分、セレッソ、1点を追うゲーム展開です。パス、ロングパス、山橋、横山、前川、ナイスセーブ。後半36分、
シエロ。先制ゴールを決め1対0と勝利に近づいています。ショートパス、このパスが通った。小倉、蹴った、中田、本田、ゴールネットを揺らしました。ここで試合終了です。2対0、シエロ見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。攻守の歯車が噛み合ったいい試合でした。攻撃では2点を取って守備は完封ですから、最高の結果なんじゃないでしょうか。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第13節、ジュビロ対シエロ、曇りとなっています。今日の天気、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。今回は開幕からほとんどいいところが見られませんね。ここで早めに調子を上げていかないと、さすがに追いつけなくなってしまいますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半の立ち上がり、シエロ、ここからどう展開するのか。彼もいいドリブルを持っていますね。フェイントをうまく使っていますよ。三浦、速い攻めで一気に崩すか。時々中盤のまとまりの悪さが元…上げた、中田、本田、ここには誰もいません。クリア、ハネンブルグ、いい判断でした。前半12分、ジュビロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。蹴った、前田、シュート、中山、これは大きく外れました。前半13分、ジュビロ、フィールドいっぱいに広がります。三浦、カットしました。
前半24分、シエロ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。カウンターのチャンスです。ゆっくりとドリブルで上がっていきます。フェイント、パス。かなりメンバー的には弱いですよね。苦しい戦いが強いられると思いますよ。ドリブルで攻め上がります。センタリング、ナナミ豪快に決めた。目が覚めるようなゴールです。前半24分、ジュビロ1点を先制しています。遠藤、フェイント、このパスが通った。ロングパス、ナナミ引きラッチ、前川直接キャッチしました。前半37分、シエロ1点のリードを許しています。縦パス、前田、穂坂、ジョルジーニョ、前田攻め込むチャンスを伺います。穂坂、前田、このボールを受けました。ブッフバルト、ゆっくりとボールを回しています。前田、素晴らしいコンビネーション。ドリブル、前田、ブッフバルト、遠藤、かろうじてこのピンチを乗り切りました。ドリブルしながら周りの状況を見ます。両クラブ最後の決め手を欠きました。この得点差についてどう思われますか。そうですね、とにかく早い時間に同点にしておきたいですね。時間が経つと焦りが出てしまいますから、立ち上がり15分が勝負ですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。試合の流れを変えることができるのか。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半の立ち上がり、ジュビロ依然として1対0と1点のリード。ロングパス、ハネンブルグ、パスを出します。達也、フェイントをかけます。ロングパス、吉田、ここでフェイント。相当動きが悪い。センタリング、走り込んでシュート。鈴木、もったいないことをしました。小倉、さあペナルティーキックです。蹴りました、飛び込んできた、クリア。達也、周りの状況がよく見えています。後半24分、ジュビロ依然として1対0と1点のリード。ルッ、藤田、ゆっくりとドリブルで上がっていきます。フェイント、パス。少し体力的にきつくなり始めましたかね。疲れが顔に出始めていますよ。フェイントをかけます。パスを出します。うん、ハネンブルグ、通りました。パス、ウンガ、アイコンタクトだ。ロングパス、中山、直接キャッチしました。前川、堅実なプレーを見せます。小倉、ここからどう展開するのか。
ボールを本田、このボールを受けました。右に叩きます。ストイコビッチ、穂坂、三浦、ゆっくりとボールを回しています。フェイント、ストイコビッチ通りました。ストイコビッチ、レイド、ダイビングキャッチ、堅実なプレーを見せます。今試合終了のホイッスルが鳴りました。1-0、ジュビロ、この試合を見事制しました。試合を振り返っていかがでしょうか。あの1点が非常に悔やまれますが、0点に抑えられたことの方が問題ですよ。サッカーは点を取らなければ勝てませんからね。皆さんこんばんは。 J リーグセカンドステージの試合をお届けいたします。セカンドステージ第14節、シエロ対アントラーズ。上空は星が夜空に輝いています。試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。今回は開幕からほとんどいいところが見られませんね。ここで早めに調子を上げていかないとさすがに追いつけなくなってしまいますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。後半3分、シエロ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。ジョルジーニョ、積極的に前に出ていきます。パス、内藤、抜く、ジョルジーニョ、一気に攻め上がります。精神的なプレッシャーにも、ゴールポストに当たった。ゴールゲーム、後半5分、アントラーズ1点を追うゲーム展開です。モーゼル、積極的に前に出ていきます。よく状況を理解していますよ。そうでなければあのプレーはできませんよ。阿部、攻め込むチャンスを伺います。モーゼル、うまくつないだ。ドリブルで攻め上がります。
モーゼル、阿部、真中、阿部、外してしまった。前川必死に守ります。両クラブ最後の決め手を欠きました。今の状態から見てこの1点というのは果たしてどうでしょうか。この1点だけではまだまだ勝負の行方は分かりませんよ。次の1点をどちらが先に取るかで勝負の流れはガラッと変わりますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。前半の好調を持続することができるか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半戦の序盤、シエロ依然として1対0と1点のリード。ショートパス、前田止められない。ショートパス、前田、小倉、ゴールネットに突き刺さった。理想的な展開でした。後半13分、シエロ現在2点のリードを奪っています。フェイントをかけます。前田、モーゼル、思うようにプレーが流れませんね。決して悪いプレーではなかったんですが。本田、面白い位置からのフリーキックです。直接狙った、直接キャッチしました。古川、非常にいい動きをしています。後半37分、アントラーズ、この時間で2点差はかなり苦しい戦いです。モーゼル、レオナルド、フェイントをかけます。ロング、石井、直接シュート、外れてしまいました。残念。後半39分、シエロ、その差を2点としています。ショートパス、かろうじてパスが通ったという感じですね。ロングパス、どんどん切り込んでいきます。中田、いった。古川、パンチング、後半39分、アントラーズ、この時間で2点差はかなり苦しい戦いです。ロングパス、黒崎、どんどん切り込んでいきます。内藤、このシュートはキーパーの真正面。前川、非常にいい動きをしています。ここで試合終了です。2対0、シエロ、この試合を見事制しました。この試合をどうご覧になられましたか。攻守の歯車が噛み合ったいい試合でした。攻撃では2点を取って、守備は完封ですから、最高の結果なんじゃないでしょうか。
全国1億5千万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第15節、シエロ対マリノス。天気は雲が青空を隠しています。試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。今回は開幕からほとんどいいところが見られませんね。ここで早めに調子を上げていかないと、さすがに追いつけなくなってしまいますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。さあ試合開始です。前半の立ち上がり、シエロ、ここからどう展開するのか。ここでフェイント、パスを出します。ロングパス、中田、フェイント、ストイコビッチ、速い攻めで一気に崩すか。ストイコビッチ、中田、小倉、中田、エクセレント、ビューティフルゴール。中田、さあコーナーキックのチャンスです。選手が上がっていきます。上げた、前田、ゴール、素晴らしいゴール。前半24分、マリノス、フィールドいっぱいに広がります。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。山田、抜きました、ロングパス、三浦、メディナベージョ、小泉、クリア。周りの状況がよく見えています。一方的なペースで試合を進めました。今日の攻撃陣の調子から見て、この2点差というのはどうでしょうか。これで相手は思い切った攻撃を仕掛けてくると思いますよ。ですから立ち上がりに気をつけないといけませんね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。引き続き一方的な展開になるのでしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半38分、シエロ、その差を2点としています。ロングパス、三浦、体で止めに行った、小泉、誰も止めることができません。前田、止められない、パス、ジョルジーニョ、前田、中田、前田、バーッと外してしまった。川口、かろうじてこのピンチを乗り切りました。試合終了の笛が鳴りました。2対0、シエロ、この試合を見事制しました。この試合をどうご覧になられましたか。攻守の歯車が噛み合っていい試合でした。攻撃では2点を取って、守備は完封ですから、最高の結果なんじゃないでしょうか。